皆さんはじめまして、先端恐怖症と申します。今回は打ち合いに勝てない方必見、エイム力がなくても勝てる方法ということで、その方法をお教えしたいと思います。どうすれば打ち合いに勝てるようになるか、それは2点あると思ってます。例えば、こういうレレレ打ちだったりとか、あとはまあしゃがんで打つだとか、まあ、壁ジャンプだとか、いろんな小技ってこのゲームあるんですが、そういう細かいところじゃなくて、もっと大事な部分っていうのがあると私は考えてます。私自身はエイム力に自信も実力もありません。エイム力のない人がどうやったら勝てるのかっていうのを日頃から考えるようにしています。まずこのゲームの最大の特徴として、お互いがめちゃくちゃ硬い、倒すのにめちゃくちゃ時間がかかるっていうのがあります。例えば、結構これね、好きな人多いと思うんですけど、これ R301 ですね。R301 は、これ、ヘッショなしで15発も当てなきゃいけないですね。で、これ R99 ですね。R99 に関しては、19発も当てなきゃいけない。他のゲームだと1発で倒せたりとか、あとはまあ多くても4、5発っていうゲームが結構多いと思うんですけど、この Apex Legends は、めちゃくちゃ当てなきゃいけない。しかも、外すことも前提なんで、これで外します。これでも倒せませんっていう。ワンマガジンで一人倒せたらめちゃくちゃいい方っていうのが、このゲームの最大の特徴だと思います。このゲームをいろいろ考えていくと、エイム力がなくても結構勝てるようになるっていうのがあります。その方法の一つとして、味方に思いっきりくっつく、味方から離れないっていうのがあります。あ、なんだそんなことかって、もしかしたらお聞きの皆さんは思うかもしれませんが、これがめちゃくちゃ難しい。未だにできないですね。僕はこの考えに至ってからかなり時間が経ってるんですけど、半年とか1年とか、半年か、半年かな、半年ぐらい経ってるんですけど、未だにできないですね。これがめちゃくちゃ難しくてよ。まあ、例えば敵視点で考えれば分かりやすいんですね。例えば、まあ、この人とこの人が、敵、それからこの人が敵だとします。じゃあ皆さんは、この人とこの人とこの人敵、誰を狙いますかってなったら、まあ、答えは分かりやすくて、この孤立してる一人を3人で、この離れてるやつ倒そうぜって言って、3人でバーって打てば一瞬で倒せますよね。倒すのにめちゃくちゃ時間がかかるってことは、いかに倒す時間を短くするかっていうのが大事なんですけど、その一つの方法として、フォーカスを合わせる。まあ、照準を、味方の照準を一人に絞る。っていうのがあります。まあ、フォーカスを絞るって以降は言いますね。その、フォーカスを絞る。逆に言うと、この人がなんでフォーカスを絞られたか、フォーカスを合わせられたかっていうと、この、まあ、敵視点の味方と離れちゃってるから。この人が打ち合いに負けた理由は、もう、エイム力でも何でもない。この人が離れたから、なんですよね。なので、例えばこの人が、ここにいたら、この3人が敵だとしたら、誰狙うかって、一瞬ちょっと迷うと思うんですよ。自分視点でも迷うし、味方視点でも味方に、どう合わせるか、どう合わせて誰に、どの敵に合わせるかっていうの、まあ一瞬では迷うと思うんですよ。まあ、それがね、瞬時にできるっていうのが、まあめちゃくちゃ上手い人とか瞬時にできるんですね。レス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 とか言いながら、こうやって 倒したりするんですけど、それがなかなかできない。ってことは、固まること自体にメリットはめちゃくちゃあるんですね。ということは、逆に言うと、離れたこの人が悪い。ってことは、自分視点で考えると、味方から絶対に離れないようにしないっていうのが大事になってくると思います。だからフォーカスを合わせる、この人にレスレスレスってフォーカスを合わせるのも大事なんですけど、それ以上にフォーカスを合わされないっていうのが大事になってきます。まあ、よくね、その打ち合いに勝てない人っていうのは、まあエイム力がないのはもちろんなんですけど、敵のことばっかり見ちゃうんですよ。私もそう。もう目の前に敵が来たら、あ、敵ここいる、敵ここいるっつって、敵ここいるとか言って、やると思うんですけど、
これをしちゃうといつの間にか例えば味方がこことここにいるとかいうこと結構あると思うんですよ。敵ここいるっつって倒したら、あー回った、あーやられたみたいな、え味方どこ、えなんでそんな遠くいんのみたいなシーン結構あると思うんです。これあるあるだと思うんですけど、これを改善するための方法は敵の位置はもうどうでもいい、もう敵を見ない、もう味方の位置だけを見る、これがめちゃくちゃ大事だと思ってますね。もう敵の位置なんてもうどうでもいい、もう報告なんてしなくてもいい、もうここここってもう言わなくてもいい、もうそれは味方とくっつくことができて初めて、味方くここ、まあ、味方ここいます、で自分ここいますってなった時に、あ敵ここって初めて言う権利があると思います。そのくらい味方がと一緒に動くっていうのは大事だと思います。はい、ですので敵の位置把握よりも味方の位置把握っていうのが大事だと思います。で、まあ、味方とくっついてると味方がねこうダメージをね受けてくれるんですよ。自分はノーダメでこう敵を倒すことができるみたいな、だから味方にダメージを押し付ける、まあ、あるいは味方をおとりにするぐらいのイメージで味方とくっつくっていうのが大事だと思います。でついこう敵がいると、よしこいつ倒そうぜこいつ倒そうぜって言ってこう自分が最前線になる、味方この辺にいるみたいな結構あると思うんですよ。で、あーダメージしたみたいな結構あると思うんですけど、そういう人ほど味方の背中を追いかける、もう背中にもうぴったりくっつく、味方に誰か一人でいいです、誰か一人の背中にもぴったりくっついて動く、こう、まあ、前にいるとしてこの人にずっとくっついていくっていう、絶対最前線にならない、味方にくっついていく、思いっきりくっつくのも大事なんですけど、味方の背中をついていくっていうイメージが大事だと思いますね。で最初に言ったんですけど、お互い、まあ、200ダメあるわけですよ。200ダメージ分、200HP は200あるわけですよ。なった時に、ここに1人離れてます、ここ2人敵いますってなった時に、塊で考えると結構いいかなって思いますね。200ダメージずつだから、こっちの塊は400、こっちの塊は200だったらこっちの方が弱いよね、だからこいつを狙いっていう。で、こう3人固まると、まあ、600ダメあるみたいな。だから、味方ここにいるとしたら、自分がくっついて 600HP にしてあげる。くらいの認識がいいかもしれませんね。打ち合いに勝てない人って、怠慢勝てないっていうことだと思うんですよね。怠慢した。で、勝てないです。ダウンした。みたいな。じゃあどうすればいいのか。っていうと、もう怠慢をしないですね。例えば怠慢に、まあ、奇跡的に勝ったとします。まあ、エイム力がない人っていうのが見てると思うんで、まあ、奇跡的に、まあ、怠慢に勝てたとします。でこの人ダウンしました、この敵います、でその二人の敵に倒されて自分ダウンしました、味方こことここにいます、だったらこの二人は自分にとどめさしますよね、あるいはこの人を起こしますよね、でこの人回復します、だったら結局3対2になっちゃうんですよ。だから怠慢をしない、まあ1対3とかもってのほかですよね。1対1ですらやっちゃいけないのに1対3なんて絶対やっちゃいけないですよね。で怠慢をしていい人は1人で3人倒せる人は怠慢していいです。1人でねこうやって倒していってできる人は起こされないですか、3人倒せたら。で自分もダウンしなかったら全然いいです。まあもうちょっと現実的なこと言うと、1人倒しただけじゃなくてプラスこう結構削ってるぐらいまでいける人だったら対魔していいと思ってます、ね、だったらあこの人1人倒せて、あーまあこの人割ってるみたいな報告したら、まあ味方この人は、HP100、200だから塊で300、味方は400ってことにもなるんで、そういう差がつけれる人はいいですけど、単純に怠慢で勝って味方にカバーされてダウンしたら、まあ、特に味方と離れてたら何のリターンもないですね。一人倒しても基本的にリターンはないって考えた方がいいですね。しかも回復する時間っていうのも何だかんだすぐ回復できますからね。ということです。どうせ3人倒せないんだったら怠慢をしない、どうせ倒せないから一人で戦わないということですね。
ということで一つ目は味方に思いっきりくっつく、まあ、味方と動くってことですね。ポイントとしては、まあ、フォーカスを合わされないことが大事、敵の位置把握より味方の位置把握の方が大事で、味方についていくイメージ、つい先行しちゃうと思うんですけど、一番最前線じゃなくて背中を追いかけるイメージで、味方をおとりにする、味方にダメージを押し付けながら自分はダメージを与える。で、敵の立場になって考えても、まあ、孤立してる人っていうのはやっぱ狙いやすいですから、自分が孤立しない、狙われやすいようにしない。で、それから怠慢をしない、一人で複数人相手にしない、まあ、一人戦わないっていうことですね。はい、今回は2点にだけ絞って話を進めていくんですが、1つ目は味方に思いっきりくっつく、まあ、味方と離れないってことなんですけど、2つ目は非ダメージを抑えるっていうことにあります。単純に非ダメージを抑えるっていうことの、まあ、一番のメリットは、まあ、ダウンしないってことですね。例えば自分たちが戦ってて、まあ、1人ダウンさせすることができましたと、だったらもう2人でしょ。なんか、いけ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 っつって詰めるでしょ。逆に考えると、自分が、これダウンしちゃうと、敵3人が一気にガーって詰めてきますよね。っていう意味でも、まあ、非ダメージを抑えるっていうのはめちゃくちゃ大事です。まあ、もうちょっと言うと、攻めの起点なんですね。例えば、アーマー割ったってなったら、よし、いけいけってなりますよね。ってことは、アーマーを割られることって、敵の攻めの起点を作っちゃってるってことなんですよね。例えば、まあ、アーマー割るまでいかなくても、もうちょっとダメージを与えても、もう割と有利になるじゃないですか。こっちがね。逆に考えると、ちょっとでもダメージを与えられると、攻めの起点を相手に作らせちゃうことになっちゃうんですね。だから、できる限り、まあ、これが例えば遮蔽物だとしますね。遮蔽物だとすると、できる限り遮蔽物の近くで戦うとね。あとは、まあ、ちょっと高さが足りないですけど、まあ、高いとこだったらもう、できるだけ体を出さない。顔を出さずに撃って、顔を出さずに撃って、みたいな。まあ、いろんなね、非ダメージの抑え方っていうのがあると思うんですけど、非ダメージを抑えるっていうのがめちゃくちゃ大事ですね。で、まあ、単純にダウンしないっていうメリットがあるんですけど、アーマー割られない、ダウンしないっていうメリットがあるんですけど、それ以外にもアイテムの回復時間っていうのを抑えるっていうのがあります。まあ、こう食らいましたと。で、まあ、注射器ってなんかあんまり回復しないじゃないですか。にもかかわらずこんなに時間かかるんですよ、注射器って。戦ってる間のこの4秒奪われる、戦う時間4秒奪われるってめちゃくちゃ痛いんですよ。まあ、バッテリーとかは、ね、もっと時間かかりますよね。5秒か。こんなに時間がかかる。こんなに、この時間戦線復帰できないのってめちゃくちゃ痛いですよ。回復時間を作らない。ってことは、いわゆる非ダメージをできる限り抑えるってことですね。あとはまあ単純に、まあ、例えばね、シールドバッテリー1個と回復1個しかなかったら、これもったいないじゃないですか、使うの。だから非ダメージを抑えるっていう、回復アイテムを節約できるっていうのも一つですね。無駄な回復時間を抑えるっていうのは、結果的に余ダメージを増やすこともできます。この戦線復帰できない5秒間の時間は、逆に言うと攻撃できる時間が5秒減ってるってことなんですね。だから2000ダメージとか2500ダメージとかね、そのハンマーとかを狙いたい人とか、キル数を稼ぎたい人は、そういう人こそ非ダメージを抑えるっていうのが大事だと思います。で、先ほどちらっと言ったんですけど、非ダメージを抑えるっていうことで、私がめちゃくちゃ考えてることがあって、まあ、それは遮蔽物の使い方をめちゃくちゃ丁寧、もうめちゃくちゃ言い過ぎやね。丁寧に遮蔽物を使うっていうことですね。PUBG とか、レインボーシックスシージとか、リーンってあるじゃないですか。顔をチラってこう出して撃つやり方。あれって体をほとんど出さずに一方的に撃つことができるっていうメリットがあると思うんですけど、まあ、このゲームにはリーンはありません。どうしたらいいかというと、自分がここにいますよね。自分がいて、遮蔽物がここにあって、敵がここにある。一直線上になってると思うんですね。
例えばこれこんだけ出ちゃうと、まあ狙いやすくはあると思いますけど、隠れるまでに1秒かかるんですね。だからもうスティック、まあ PS4 で言うとスティックをちょっと動かすだけ、ちょっと動かすだけで敵が見えなくなるぐらいの位置、こんぐらいの位置ですね。敵と遮蔽物と自分を常に一直線上にして、まあもし他のゲームやってる人で分かりやすい人がいたら、まあ、リーンするぐらいのつもりで、もうイメージ的にはもうこんぐらいのチキンプレイでいいと思います。これをすると最も遮蔽物を生かした立ち回りができます。高所の方が強いっていうのは多分聞いたことあると思うんです。高い位置の方が強いっていうのは聞いたことあると思うんですけど、そういう時もちょっと打って隠れてみたいな、で右から出て今度は左から顔出してみたいな、まあ、いろいろあると思うんですけど、この縁ですね、ここの縁と敵と自分を一直線上にして、これでもいいですね。し、あとはまあこう立って打ってもいいし、こういうね感じで、まあ、遮蔽物を上にいたとしても、遮蔽物を裏にいたとしても、敵と遮蔽物を常に一直線上に、顔出す時ってもうほんと1ミリぐらい出すぐらいのつもりでやると、結果的に被ダメージを抑えて余ダメージも増やすことができます。はい、被ダメージを抑えることのメリットとしては、ダウンをしない、シールドを削られない、シールドを割られないっていうこと、それから攻めの起点を相手に、まあ結果的にね、結果的に攻めの起点を相手に作らせないってところと、あとは、回復アイテムそのものを節約することができる。でそれから、回復する時間、回復してる時間、宣戦布告できないので、その回復してる時間っていうのを作らないっていうことができます。で被ダメージを抑える方法としては、もう無駄に顔を出さない、もうダメージを受けまくるくらいなら、もう顔は出さなくていいです。もちろん戦わなきゃいけない時もあるんですけど、それでダウンするくらいなら、もう顔をできるだけ出さない方がいいです。顔を出すべき時と出さないべき時の判断とかもまだ、ね、必要になってくるんですけど。はい、ということで今回は打ち合いに勝てない方に向けて、かなりポイントを絞って2点で、お教えいたしました。味方に思いっきりくっつくっていうのと、被ダメージをできるだけ抑えるっていう、この2点に絞ってお教えいたしました。これをね意識すると、まあ、エイムは後からついてきます。まあ、まずはエイム云々よりも、その立ち回りの方で、このゲームを極めてみてはいかがでしょうか。ということで、また、需要があれば、もうちょっとこのエイペックスの細かいリズム理論っていうのをお教えしていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。